どうも、ヘルザレットです。それでは、モンスターハンターワールドアイスボーンやっていきましょう。で、今回はですね、やっとマスターランク99いったので、ちょっとこちらをね、解放クエストやっていこうかなと思います。さあ、調査班リーダー話しましょうかね。さあ、愛しの君とこの世の果たってということでやっていきますか。ネルギガンテ、やっとネルギガンテ戦始まりますね。やっぱ結構ねかかるよね、ここまで来るのにね。いやー、でも導きの血をやってるのが本当まあ、楽だったなーっていう気がするね、ランク上げるのには。さあやっていきますか。さあ激運チケットも使って、まあ、救難も出したいなと思うんですけど、出し方間違えると一瞬で終わりそうな気もしなくはないんで、そのあたりはちょっと気をつけながらかなと。いやー、体験も考えようだね。見ていきなさい。竜風圧を持ったやつを持っていた、竜風圧と竜風系を持っていた方がいいんだろうけどね。まあ、あとはキノコが足りるかな。さあ、太もも足止め効かないしねっていうとこなんだよね。虫は分取り行ってみるか。じゃあ行きましょう。ついにこのクエスト来たね。ほんと長かったな。ほんと長いよ、ここまで来るの。で、まあやっててね、いろいろとそれは食わなきゃ。あとはブレードよりも大きいかな、先に。さあ、痕跡も詰めながらで行きたいんだけど、いた。そっちじゃない、それじゃない。はあ、じゃあニンジンはまあ味方来たらにしよっかな。そうそう、いたね。ムービーとは、あ、もういいんだ。
オープニングだけでよかったみたいなね。いやこれいけるか一発で。だよね。ウィー。さあ。監禁相手も嬉しいんだが、おらい削れるなぁ、ガードしてても。まあ、クエスト参加できる人のランクが指定はされるから。おぉ、ね、いいね、いい感じに相手を落とす。あ、ここもないだよね。結構落とし戻してくれるね。猫のおかげかな。動きすぎ、動きすぎ。この状態だとそこまで脅威は感じないけど、いや今の攻撃は取るか。辛い場所ではある。いや上がったり下がったり大変やな。おお、こういう攻撃もあるわけね。いい、めっちゃ早いんだけど。おお、2回ぐらいいけるか。早いな。ガード下からか。そうそう。お怒り。石ころ向き。ナイスマヒー。あ、ほんとあんまりっていう感じなんだよね、時が悪いから。取らせてくれないか。気配が。いやキノコ。発見なんでね。おお。飛んでくるな。危な。
移動すると。特に足跡も残したりとかないのでね。ひるんでくれるから楽なんだよね。あ、でも片手剣とかなんかもっとこう動きが楽なやつが欲しいっていうところは正直あるけどね。ダメージが入る。聞きやすい感じだね。で、どこで薬を持ってんのかな。めっちゃ広い。あ、危なそうよ、この早食いは本当にいいね。おお、乗れた。あ、それだとちょっともったいないな、今のは。死ぬはイメージこれもらえた。
ー結構硬いね。おおマジか。有効そうだよね。おお銃を、まあ、尻尾が手に入ったならありがたい。いやでも青キノコの消費激しいな。まあキノコ食べるのは結構即効性があるから使いたくないというよりかは消費を抑えたいのもある。そのうちガード性能つけてもいいな。してる分、攻撃回数稼いでくれればもう全然いいですから。まあふわふわするって書いてあったけどキノコやからね。ナイス。いいのに。ボロボロ。受けすぎじゃねえかい？いくらなんでも。
間に合う。おほはい、ナイス。早かったな。あれ、こんなもんエネルギーなんて100のランクだから強いかなと思ったんだけど、まあ味方の強さもあってだいぶ楽だったね。まああと言えるのはあれか、やっぱ回復積んでるとクエストが全体的に楽になるね。やっぱいいわこれ。見切り攻撃増強ね、攻撃もついてるんでね。いや、なかなかいいわ、思ってる。このレックスシリーズとかね、まあ今回ね、これなんで装備見せてるかっていうと、実際配信が大体ランク回復ここまでなんで終わりなんですよね。あとは結構自己満のところになってくるんでね、お手伝いとかそういうのしていこうかなと思うんですが、まあまあまあ。で素材見ていきましょうか。重核太鼓、無級の神聖が古流不滅、ここら辺も一緒か。太鼓、覇王、覇王の証に入るんだ。龍、太鼓と、これがレアかな。さあ、古竜の大砲撃、久しぶりに来ましたね。最後にふさわしい。これはある。あれ拾ったからか。あ、やっぱ助かるなこれ。さあ来ない。結構ランス向けが多いな。さあこれで地帯レベルも最大まで上がったと。あ、宿命の決着ね。うん、マッサラグ上限制限を解放したと。まあそこまで手が101とかぐらいかな。99になってからそこまでガンガンやったわけではないからね。まあでもこれで話は大方終わったところか。なんかね、聞いたところの話によると、ランクも200までなんかその専用のクエストが出るみたいな話なんで、ここからはね、ほんと気分というか、そんな感じになるね。お、ぴったし100。そしたら、報告だけいきますか。と思ったら、あれ？なんか結構いろんな人と会話が発生してるか。まず料理長のところ話行こう。
あ、違う、こっちか。そしたら話的にはこっち先の方がいいよね。すごいわ。ほう。そうか。まあまあ。最高っす。水星組ね。さあ、調査班リーダー、ありがとう。さあ、あとは受付場だね。やりました。そうだね、一応普通にストーリーがあったから、これが目的だったからね。そうそう。ほう。あ、これなんかない、毎回聞かれて毎回答えないままだったね。はい。結局聞かないんか。結局聞かないのか。さあ、ということで無事ランク解放も終わりましたね。で、これね、多分武器がね、全部解放されるはずなのよ。ほい。あ、これいいね。研ぎが減る、手間が減るのはいいな。そうだね、危険も。あれ、これはまだか。おう、まだあるかってことは、いろいろまだ探さないといけない素材がある感じだね。ああ、7もまだってことか。まあでもどっちみちこれは作れるのか、もしかして。いや、足りないか。大津の3も第2合格。じゃあ防具も見てみましょうかね。増幅っていうシリーズになるんだ。ああ、で、あ、だいぶ派手になったね。こうやっぱこういうスタイルになるんだね、最終的には。あー、なんかぽいぽい、ネルギガンテっぽいね。で、つくスキルが、攻撃はアクセサリーなんで、ミニ戦、攻撃、見切り、挑戦、スタミナ、渾身、攻撃、ミニ戦、挑戦、あ、見切りか。加速再生が、あ、はあ、これは使い方次第だね。はあ、面白い。回復か、まあ量は分かんないけど相性は良さそうだね。いや、天輪めっちゃ使うじゃん。はあ、じゃあ、あと最後にワンセットは特に新しいのないし、猫ちゃんのは、さあ、増幅。おお、かわいいの。ちょっと待って、これは、あ、竜属性か。あ、それなりに強いね。120でしょ、こっち128でしょ。これかわいいな。でも角使うんか。めっちゃいいもん使うね。はあ、あとはアイテムがそういえばなんか手に入ったんだよね。チャーム、これ金獅子銀、これか、まあ白か。うん、普通やな。銅銀
金獅子、銀獅子のこれがかっこいいけどね。うん、まあこんなところか。はい、ということで無事、マスターランク上限解放もこれで終わりかな、一旦ね。まあまだありそうな気はするんですが、ストーリーを進めるっていうところは今回最後にしたいなと思います。で、モンハン自体はやめるわけではないので、ちょこちょこモンハン自体は何かしらライブとかでやっていこうかなと思ってます。まあどのタイミングでするかとかちょっとランダム配信の時にやろうかなと思いますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。いやーでも長かった。まあ一応装備もこんな感じですね。あ、装飾品で見た方が早いか。こんな感じで、まあ完全サポートの型の体験でカバーっていう感じですね。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。そうですね、また次回モンハンするか何かするかと、あとは新作をしていくかというところになりますので、まあ、今後とも楽しみにしていただければと思います。では、ここまでチャンネル登録、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは、また別のゲームの世界で会いましょう。ほんじゃあ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。